はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月30日水曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは予想天気図から確認していきましょう。本州の南の海上に梅雨前線が停滞しています。この前線から近いところで雨が降りやすくなりそうです。ただ前線から離れているエリアでも今日は油断できない天気となります。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。前線から近くなる西日本や東日本の太平洋側では雲が広がりやすくにわか雨の可能性があります。また次第に低気圧が近づいてくることもあり、だんだんと雨が降りやすくなっていきそうです。外出時に降っていなくても雨具をお持ちください。また梅雨前線から近い南西諸島方面では雨が降りやすく、激しい雨や雷雨に注意が必要です。低地の冠水でしたり、また河川用水路の増水などにもご注意ください。その他の西日本や東日本、北日本方面など日差しが届くところもあるのですが、油断はできません。午後ほどにわか雨や雷雨の可能性があります。特に山沿いほど注意が必要です。こちらも外出時は雨具があった方が良さそうです。各地気温が上がります。西日本では30度前後まで気温が上がり、蒸し暑くなりそうです。熱中症対策が欠かせません。関東は昨日よりも少し気温が下がる予想です。少し暑さは落ち着きそうですが、ジメジメと感じられます。では今日の傘マップも確認していきましょう。今日は広いエリアで折りたたみの傘がいるエリアです。降っていないところでも外出時は雨具をお持ちください。また雨の降り方が強まる南西諸島方面で大きい傘が必要なエリアとなります。ぜひ皆さんこちら参考にしてください。以上、全国のお天気をお伝えしました。